イフマイナス77は、現在中華人民共和国で開発中の液体水素と液体酸素を推進剤とする水力50トン級のロケットエンジンである。水力の大きさをもとに、F、イフマイナス50トンとも呼ばれている。開発は、F、イフマイナス73とイフマイナス75の経験をもとに、中国工店鍵集団講師参加の工店。 推進技術研究員により2000年代に始まり、中国国家公典局の監督の下で2005年から各種試験が行われている。エンジンの地上試験は2007年半ばにおいて成功している。ジンバル機構により二軸に水力方向を変えることが可能である。このエンジンは中国公典鍵集団講師参加の中国運。 はじめ河川技術研究院で開発中の調整5号ロケットの一段目のエンジンに採用される予定である。この一段目はクラスターロケット構造を採用しエンジンを2機使用する計画である。IF-77 は2000年代に調整5号用として開発された水力70トン級の液体燃料をロケットエンジンで初打ち上げは2015年に予定される。 イフマイナス77はこれまでに中国で開発されたガス発生機サイクルの極低温液体水素液体酸素エンジンの中で最も強力である。エンジンは液体水深航空技術アカデミーによって製造される。イフマイナス77は液体水素と液体酸素を推進剤として使用し酸素1に対して水素5の混合比で燃焼する。 2機の IF-77 は、調整5号の第1弾の動力としての用途に、適合するように廉価で高信頼性で高性能な、仕様である。この理由により、中国の技術陣は打ち上げ機の第1弾の推進に、ガス発生機と燃焼室を2機備える仕様の1台の、エンジンよりも2機の独立したエンジンを選択した。燃焼室は再生冷却システムで冷却され、 ノズルは、比例客である。燃焼室圧力は102バーで、ノズルの膨張比は49である。エンジンは推進材タンクの加圧のために、熱交換器で水素と酸素ガスを生成する。真空中での飛水力は430秒である。水力は宇宙空間において70トンである。2機のエンジンの水力方向は2本のシリンダーで、変更可能である。 燃焼時間は520秒で信頼性は0.9999である。本質的に2機のエンジンで構成され全高4.2メートル、全幅5メートル、重量2.7トンである。IF-77 の開発はそれまで中国で。 開発された、最も強力な液体水素、液体酸素を推進剤とする極低温エンジンだった。IF-75 と比較して規模が変わった。IF-77 は、水力が9倍、燃焼出圧力が2.7倍になった。IF-77 の開発は2002年に、中国の宇宙長期開発計画の主要な要素として、始まった。 エンジンの設計は、北京の航空宇宙推進研究所が担当した。高天推進技術研究員が、液体燃料、ロケットエンジンの製造を担当した。最初の試作機は2004年9月に燃焼試験を実施した。2013年9月、エンジンは12機のエンジンで70回の試験で、累計2万4000秒の運転を実施した。ありがとうございます。